ガールズ競輪選手のための自転車競技トレーニングマニュアル、セクション20ジムトレーニングヘビーメニューセッション1。セクション14で説明した3段階の強度別メニューから、強度が最も高いヘビーメニューのセッション1、7種目を紹介します。内容は下半身を中心に強化する主要種目3種類と、上半身を中心に強化する補助・体幹種目4種類です。それぞれの負荷強度に関してはセクション14で詳しく説明していますので、そちらを参照してください。またこの動画では正しいやり方を見せることに主眼を置いています。運動回数や持続時間は各種目のメニュー表を参照してください。なお各強度別メニューにはセッション1と2の2つのセッションが組まれていますが、どちらも同じ強度のセッションです。体への刺激を変えるために種目の組み合わせを変えたバリエーションと考えてください。そしてセッションに入る前には、怪我の予防のためセクション15で紹介した11種目のウォーミングアップを必ず行うようにしてください。このジムトレーニングはパフォーマンス維持を目的とした14日間トレーニングプログラムでは5日目。パフォーマンス向上を目的とした14日間トレーニングプログラムでは2日目。また3つの目的別3日間トレーニングプログラムでは、筋力強化を目的としたプログラムの1日目に行います。ダブルレッグプレスは太ももを鍛えるためのトレーニングです。最大筋力、パワー、速さ、これら全てを鍛えることができます。ただし、しっかり力を加え、正しい軌道上で行い、そして怪我をしないためには正しいやり方で行うことが必要です。レッグプレスマシンに座ったら、最初にすることは足の位置を決めることです。足幅は広すぎても狭すぎてもダメです。足幅を決めたら、次は上下の位置を決めます。高すぎても低すぎてもダメです。皆さんが太もものどの筋肉を鍛えたいかによって決めてください。次にセーフティーロックを外したら、膝が90度になるまで下げます。ここが90度です。90度より大きくても小さくてもいけません。90度が理想的な角度です。続いて上半身のポジションです。グリップを握って少し前に頭を起こす状態にします。このように力を抜いてしまわないように。そうしないとウェイトの圧力で背骨が押しつぶされてしまうので、腹筋をしっかり締めて保護するようにしてください。では始めましょう。セーフティーロックを外して、息を吸って吐く。膝の位置はまっすぐ、決してブレてはいけません。常に軌道上をまっすぐ動かします。
下げるときに吸って、力を加えるときに吐く。正しい呼吸をすることを心がけてください。ダブルレッグプレスでもやってはいけないことはたくさんあります。一つは足の位置を正しく決めないこと。そしてもう一つ、とても大切なことがあります。このポジションを取った後、このように下ろしてきて、力を込めるために膝を内に入れてしまうことです。膝をくっつけて胸に持ってきたら、力を込めて押した途端に膝が内に入ってしまいます。これは絶対にやってはいけません。これをやってしまうと腰椎を傷つける体勢になり、さらに膝も痛めてしまうので注意してください。レッグプレスを行う前にウォーミングアップとして自分の最大値の 60% の負荷で3回、 70% で3回、 80% で2回行うようにしてください。筋肉が温まり、重い負荷を受け入れる準備ができます。ルーマニアンデッドリフト、ハムストリングスをターゲットにしたトレーニングです。怪我をしないように、そして狙った筋肉をしっかり鍛えられるように、正しいやり方で行いましょう。最初のポジションですが、ここにバーを置いたら軽く膝を曲げてロックします。そして動き出しは、後ろに壁があるとしたら、その壁にお尻を当てに行くようにして、こんな感じです。それからバーを膝のすぐ下くらいまで下げます。この時膝は曲げてしまわないように、最初の角度をキープするようにしてください。背中はまっすぐ伸ばしたままで、丸めたり反らしたりしないようにします。最後に頭の位置は胸の延長線上にキープします。では実際にやってみましょう。まずバーを持ち上げたら、足幅は肩幅と同じくらいに開き、軽く膝を曲げた状態でロックし、これができたら背中を伸ばして、肩は後ろに下げてトレーニングを始めます。息を吸って、やってはいけないことは、膝を曲げすぎてしまうことと、お尻を後ろに動かさないことです。正しくお尻を動かすことが大切です。肩を後ろに引いてバーを足から前に離してしまうこともいけません。これらすべてがやってはいけないことですが、その中でよくやってしまう間違いをいくつかお見せします。これはバーを下げるときに膝を曲げてしまい、背中も倒してしまうことです。肩をすくめてしまうのもよく見ます。これだとハムストリングスをストレッチさせるという目的から外れてしまい、全身を動かしているだけになります。特に腰のポジションが間違っていることが良くないことです。スクワットジャンプは瞬発力のトレーニングです。完璧に行うには、後ろ側に立ってくれるパートナーが必要です。
そのパートナーにジャンプの合図をしてもらいます。こうすることで神経系を 100% 活性化させることができます。パートナーなしで自分だけで行う場合は爆発的な瞬発力を鍛えることはできません。パートナーと行うことがとても重要です。他にも無視してはいけないことがあります。スタートポジションから足をしっかりつま先まで伸ばしてジャンプをすることです。そして柔らかく着地し元の位置に戻ることです。これから説明しながらお見せします。もう一つ重要なことはポジションについて、ジャンプの合図があったら足に力を入れて真上に飛ぶことです。では始めましょう。私がしゃがんでスタートポジションについたら OK というので、パートナーには好きなタイミングで手を叩いてもらいます。 OK。 自分のペースで時間を取ってセットアップし集中する。急ぐ必要はありません。準備ができたらポジションを整えて始める。ジャンプすることだけに集中してください。 OK。 自分のペースで時間を取ってしっかりとポジションを整え直して集中します。 OK。スクワットジャンプでしてはいけないことは、すぐにジャンプができるポジションを整えないことです。つまり自分にしっくりこない不自然な体勢を作ってしまうことです。これが一つ目です。そして二つ目は、スタートポジションからその姿勢のままジャンプするのではなく、小さく沈み込む動きを加えることです。足のポジションにも気を使って、ではまずはこんな感じで始めますね。 OK。 飛び上がる前に腰が沈んだのが分かりましたか？今回は飛び上がる前に骨盤と足を動かしました。そのせいで高く飛べませんでした。OK。ジャンプの合図でまた動いてしまい、つま先まで伸ばさず足をこんな感じで飛び上がってしまいました。足先まで気にしてください。ベンチプレスでは自分の最大値を知ることができます。そのためにはメカニズムをよく理解するとともに、安全を確保する方法も覚えてください。これからベンチプレスの正しいやり方をお見せします。まずベンチの正しい使い方からです。このベンチでは私には少し高すぎて足で体勢を支えられません。しっかりと足で地面を押せるようにプレートを何枚か置いて足の高さを調整します。次に大切なことは、バーを持つときに肘を90度にすることです。つまり揺れたりせず安定してバーを持てるようにバランスが取れるグリップの位置を見つけることです。そのために両目がバーの真下に来るポジションを取り、両足のつま先で安定させ、お尻と僧帽筋で支えます。次に90度の肘の角度についてですが、バーをつかみバーの真下になっていれば
バーを持ち上げます。持ち上げたら前に持ってきて、この軌道で上げ下げします。それからこのようにバーを元の位置に戻します。ではやってみましょう。つま先と僧帽筋で安定した体勢をとり、肩甲骨がベンチにしっかり当たっています。これが安定した姿勢です。息を吸って、吐く、吸って、吐く。これが正しく安全なやり方です。間違ったやり方を2つお見せします。特に重い負荷で行うときに、ベンチに座り足を空中に上げてクロスさせて行うことです。これだと全く体を安定させることができません。そして2つ目は、腕の幅を十分に広げてバーを握らないことです。そのせいでバランスが取れなくなり、大胸筋を鍛えるのではなく腕の運動になってしまいます。こんな体勢で手の幅を狭く握ってみます。両手の幅が狭いと筋力をつけるのには全く適しません。今はそんなに重い負荷ではないのでさほどやりにくくはありませんが、正しいやり方の時のような安定感は全くありません。できないことはないですが、負荷が重くなった時には不安定になり、肩や背中を怪我してしまうリスクにつながります。バックローは背中の引っ張り運動ですが、ポジションを静止させるため全身を鍛えることができます。このトレーニングも両足でバランスよく立ち、お腹を引き締め、背中でしっかり引くための完璧な姿勢を取ることが大切です。肩幅程度に足を開き、肩は下げてバーを握ります。握り方は順手です。逆手ではありません。バーを持ち上げて、このポジションになったら軽く足を曲げて、後ろに引きながら太ももに沿ってバーを滑らせます。太ももに沿ってバーを動かすようにしてください。バーが太ももから離れないことがとても重要です。このトレーニングでしてはいけないことは、背中を前に倒してしまうことです。バーは不安定になり、太ももからも離れてしまいます。バーを持ち、こんなポジションを取って、このように引き上げると背中がより引っ張られているのが分かると思います。このやり方で重い負荷をかけると、勢いをつけてやってしまうようになります。勢いをつけてやってしまうと腰に負担をかけてしまいます。背中はまっすぐキープするようにしましょう。プランクのバリエーションです。
左右に腕を動かすプランクトレーニングです。まず普通のプランクのポジションを取ります。しっかりと安定させるために足を少し開きます。そして片側にウェイトプレートを置きます。今右に置いたので左腕から動かします。体幹を引き締め肩甲骨を広げてプレートを左右に動かします。骨盤は安定させ、お腹は引き締めたまま体勢をキープします。このトレーニングの間違ったやり方は、足幅を狭くしすぎて肩甲骨も広げず、体が下がった状態で骨盤を回転させながらプレートを動かすことです。これでは全ての負荷が肩にかかり、体幹には全く力が入っていません。骨盤は動かないように、体を下げないように。オブリークエクステンションは、このマシンを使って腹斜筋を強化するトレーニングです。まずはじめに鍛える方の足を前にして、反対側の足は後ろ側にします。そして骨盤はその軸線上に置きます。なぜ足を前にするかというと、こうすることで体が一直線になるからです。Je descends et je monte. 1, 2, 3, et j'essaie d'aller. できるだけ高く上がるように頑張りましょう。オブリークエクステンションでやってはいけないことは、反対側の足を前にしてしまうことです。こうするときちんとできないことがわかると思いますが、体は一直線になりません。またこれでは上半身の振り幅が小さく、体が閉じた状態での動きになってしまいます。これだと腰が引っ張られるだけで、腹斜筋には全く効かないので注意してください。